です。この機関車は今から遡ること108年前の1912年にアメリカのボルドウィン社で製造されました機関車です。機関車の長さは8メートル、重さは23トンです。当初は富士見の鉄道が購入し、現在の山梨県から静岡県の JR 美濃部線を走っており、その後は日本航空の富士急行する通常として使用されてきました。昭和49年からはこの名古屋で通常の休止を繰り返しながら走り続けております。現在の JR